はい、南足浜の西側の石畳へやってまいりました。ご覧の通りね、タチウオちゃん今日も釣れております。指3本ぐらいですかね。ちょっと頭はございませんが、こんな感じで、タチウオちゃんが釣れております。よいしょ。こちらのね、紫のキビナゴを使っていただいております。どうやらタチウオちゃんが来たと思います。巻け巻け、慎重に慎重に、はい、はい、巻いて巻いて、タチウオですかね。タチウオだと思います。おー来た、よし、来た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 、頑張れ頑張れ、はい、回収してください。あれ、グチだ、グチですね。はい、グチちゃんでした。でもこれもね、塩焼きすると美味しいです。そうなんや。ちょっと小骨が多いですけどね。はい、よいしょ。はい、残念ながらタチウオではございませんでしたが、グチちゃんが釣れました。はい、こんな感じですね。グーグーと鳴くグチちゃんでございます。バタの時代ですね。アジも釣れておりますし、こちらもサバですね。それから大きなアジも釣れてますね。これですかね、これですね。そうですね、これですね。はい、ちょっと大きかったです。おー、でかいですね。めっちゃ大きいですね。はい、こんなデカアジも釣れております。ここ連日ね、こんなデカアジも釣れてみたいです。やっぱりそこでしたね。そこです。はい、サビキの底。はい、もういつも言ってます。はい、アジを狙うなら遠投ベタ底で狙ってください。はい、夜の電気浮きですね。こちらの方でグレも狙っております。こんな感じで釣れておりますね。はい、こちらは北側の総合公園前ですね。はい、こちらのでもまた今日もデカアジ出ました。こんな感じですね。あとサバも結構いいサイズのサバが出ておりますね。こんな感じで、これはサビキですね。浮きサビキかな。はい、こんな感じで釣れております。